このうち高知市の高知東高校では総合学科と看護科合わせて217人が式に臨みました。今年は卒業生同士の席の間隔を空けたり、在校生の参加を見合わせるなど感染症対策を取って行われました。また例年と違って卒業生一人一人ではなく、代表者が高橋幸治校長から卒業証書を受け取りました。高知県でも感染が確認され、私たちの生活は一変してしまいました。現場で働く先輩方のように、どんな状況でも患者さんと真摯に向き合うことができる看護師になることを目標に懸命に学んでいるところです。卒業生は大きな拍手の中、晴れやかな表情で学び屋を後にしました。